ちら浦安情報局こちうらの時間です。そろそろ梅雨が明けて夏本番という感じですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて今回はどこに行っているんでしょう。後藤さん。はい、今回私は交通公園に来ています。交通公園、何か理由があるんですね。はい、実はですね、6月末に交通ルールが変わったので自転車の安全利用についてお伝えしたいと思ってこちらにお邪魔しています。なるほど、では後ほどレポートお願いします。はい、それではまだまだ気を抜いてはいられない新型コロナウイルス感染症関連情報からご覧ください。新型コロナウイルス感染症が再び感染拡大しています。もし発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合や息苦しさ、強いだるさ、高熱など新型コロナウイルス感染症に感染しているのではと思ったときは医療機関に直接行くのではなく、まずは帰国者接触者相談センターにご相談ください。電話番号は 047-377-1103、 受付は平日の午前9時から午後5時までになります。時間外は千葉県が行っている電話相談窓口 0570-200-6132 にご相談ください。感染症が疑われる症状がある場合はできる限り外出は控えてください。人前に出るときや外出しなくてはならないときはマスクを着用し、人の多いところは避けてください。そして毎日朝夕2回の検温、自宅では症状がある家族とはできる限り部屋を分けるようにしてください。そして窓や扉を開けて換気をし、部屋の空気を新鮮に保つようにしてください。また部屋のノブや照明のスイッチ、リモコン、洗面台、トイレのレバーなど家族がよく触れる場所は消毒するようにしてください。これも感染拡大を防ぐための対策です。皆さんのご協力をお願いいたします。経済産業省では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の懸念などを含め、国民が抱える健康不安を遠隔で医師などに無料で相談できる健康相談窓口を設置しました。設置期間は期限を延長し8月31日までとなっています。相談は LINE や電話で小児科医、産婦人科医、助産師に相談することができます。妊娠中から産後の悩み、新生児から15歳の子どもの相談が可能です。相談するには会員登録が必要になります。詳しくは浦安市公式ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の影響でストレスや悩みが増えていませんか。浦安市では夫婦関係や家庭のことなど女性が抱える問題を相談者が自ら解決できるように女性のための相談を行っています。自分自身の生き方のこと、男女、夫婦、家族、職場での人間関係や暴力のことなど女性が抱える様々な問題について専門の女性カウンセラーが相談に応じます。相談は事前予約制で1回の相談時間は50分、面接相談になります。予約は電話または直接男女共同参画センター内多様性社会推進課の窓口で受け付けています。予約受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時になります。相談の日程など詳しいことは受付の時にご確認ください。受付の電話番号は 047-712-6803、 市内在住、在勤、在学の女性の方が利用できる相談室です。浦安市では新型コロナウイルス感染症の関連情報などをメールでお知らせする重要なお知らせメールサービスを行っています。このサービスは
防災や防犯などの浦安市に関する重要なお知らせを、皆さんのスマートフォンや携帯電話、パソコンなどにメールでお届けするものです。サービスを受けるためにはあらかじめ登録が必要になります。登録方法は浦安市公式ホームページのトップページから、重要なお知らせメールサービスのページに入るか、広聴広報課へお問い合わせください。携帯電話の機種によって登録の方法が違いますので、もしわからなければ直接市役所3階の広聴広報課までお越しください。職員が登録の仕方を説明します。この重要なお知らせメールサービスは、新型コロナウイルス感染症の関連情報のほかに、防災に関する情報、不審者やひったくり、振り込み詐欺などの防犯情報、市内の火災情報、光化学スモッグ情報、迷子・迷い人情報などをお伝えしています。市民に重大な影響を及ぼす事態が発生した際は、緊急情報として登録者全員にメールで情報を発信します。新型コロナウイルス感染症の関連情報と合わせて、これからの時期は台風シーズンになります。この機会に浦安市の重要なお知らせメールサービスに登録してみませんか。では続いてのコーナーです。市では7月2日にホテルエミオンの周辺で自転車安全利用キャンペーンを行いました。浦安警察署とともに市民の皆さんへ自転車の安全な利用についての呼びかけを行いました。キャンペーンの場所となったシンボルロードでは、自転車の通行量が多いため、歩行者と自転車利用者の通行区分を設けています。しかし、交差点など歩行者と自転車が交差する場所では事故が起こりやすいために、自転車の徐行など安全な通行を呼びかけました。その他、スマートフォンやヘッドホンなどを使用しながらの運転の禁止などの周知も行われ、より一層のマナーの向上を呼びかけました。その自転車のルールについてレポートをしてくれるということです。後藤さん。はい。先月30日から改正道路交通法が施行されました。ニュースなどでも報道され、大きな問題となっていますが、煽り運転に対して厳しい罰則が定められました。ニュースなどで話題になった自動車の煽り運転は、車間距離を詰めたり、嫌がらせで急ブレーキをしたり、あるいは幅寄せしたりすることでしたよね。はい、そのような危険な行為を煽り運転、あるいは危険運転と言います。これまでは明確な定義がなかった悪質な行為、罰則も5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転、酒酔い運転に並ぶ厳しさとなりました。この妨害運転は1回の違反で免許取り消し処分となる厳しいものとなりました。大切な家族や友達を守るため、そして免許取り消しにならないようにするためにも、運転される皆さんにはこのルールを必ず守っていただきたいですね。ところで自転車にも関係するんですか？はい、そうなんです。今回の改正では新たに自転車による煽り運転も罰則の対象となりました。新型コロナウイルス感染症の影響でバスやタクシーの利用を控えて、自転車の利用をする方も増えているような気がしますね。はい、自転車もより一層安全に配慮した利用が必要となります。これまでの法律では信号無視や飲酒運転など14の行為が危険運転とされていました。そうですね、主なものをおさらいしておきましょうか。はい、まずは信号無視。止まれの信号を無視して交差点などを通過してはいけません。指定場所一時不停止など、止まれの標識や一時停止の指定がある場所では必ず一旦停止しましょう。歩道通行時の通行方法違反。道路標識で通行が可能とされている歩道であっても徐行で通行しなければいけません。また歩行者の通行の妨げとなる場合は自転車を一時停止しましょう。酒酔い運転。
手記を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。そして安全運転義務違反。自転車の運転者はハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないよう運転しなければいけません。具体的にはスマホを見たり傘を差しながらの片手運転がこれにあたります。このほか全部で14項目が危険運転とされていましたが、今回これに自転車の煽り運転にあたる妨害運転が15項目目として新たに加えられたんです。自転車の煽り運転と聞いてもピンとこない人もいるかもしれませんね。そうですよね。街の皆さんにもインタビューしてきましたのでご覧ください。自転車自分が乗ってたんですけど、はい、急に目の前の人が自転車がふって避けたら自転車が来てぶつかって2人で受け書きにガンぶつかって、持ってたらすっぱガーンとやるようなことは何度かありますね。本当にじゃあギリギリな状態で荷物ボーンと当たっちゃう。狭いでしょ、はい、で特に、まあ、急いでるんでしょうね、はいはい、学校が始まってると、はい、やっぱ帰りとか2列とかで逆から来られたりしたら危ないなと思います、はいはい、そうですよね。皆さん怖い思いをされているんですね。私も歩道を歩いていた時に後ろから激しくベルを鳴らされて怖い思いをしたことがあります。はい、私も似たような経験をしたことがあります。では今回の法改正で具体的にはどういった行為が妨害運転になるのか調べてきましたのでご覧ください。まずはこのようにベルの音を激しく鳴らしながらの走行も妨害運転の一つ。前を行く自転車、歩行者、そして自動車に対しても必要にベルを鳴らす行為は煽り運転とみなされ危険行為となります。このほか車道の右側を通行する逆走、並んで走る車に危険を感じさせる幅寄せ、車の前に割って入るような進路変更、追突事故の原因となる不必要な急ブレーキ、危ない、車間距離を十分に取らない運転、反対車線にはみ出すような追い越し違反。これらの危険行為、3年以内に2回違反した14歳以上のものは安全講習を受けることが義務化され、受講しなかった場合には5万円以下の罰金が課せられます。自動車と同様に自転車での煽り運転も犯罪です。危険な運転は重大な事故につながることもあります。道路を走る以上は車両という意識を持って利用するようにしましょう。それからマイカーにはドライブレコーダーを設置し、自動車を運転中に煽り運転を受けたときは安全な場所に駐車し、車内に出ることなく落ち着いて110番に通報するようにしましょう。もし運転中にイライラするようなことがありましたら、深呼吸をして心を落ち着かせ、思いやり譲り合い運転を心がけましょう。後藤さん、レポーターありがとうございました。気をつけて帰ってきてください。はい、帰ります。ただいま戻りました。お疲れ様でした。さて続いてはどんな話題ですか。はい、モバイルレジについてです。モバイルレジ何ですかそれ。言葉だけ聞いてもなんだか想像がつきませんよね。はい、でもモバイルってことはスマホを使って何かをするんですか。そうなんです。モバイルレジとはスマートフォンなどのモバイル端末と専用アプリケーションを利用して、市民税や健康保険税などが納付できるサービスなんです。ということは銀行やコンビニに行かなくてもモバイル端末があれば自宅や外出先で納付できるってことですか。そうですね。すでに運用が始まっていて、ご覧のように市役所の窓口ではモニターに利用方法の映像が流れていたり、利用方法の説明を受けることができるんです。それでどういったものが納付できるんですか。納付できるのは軽自動車税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税です。先ほど後藤さんが言っていたように納付書の取扱期限内であれば24時間いつでも納付が可能で、
金融機関やコンビニエンスストアに行かなくてもどこからでも納付ができます。納付の方法はネットバンキングの銀行口座からの納付とクレジットカードの決済の2つの方法で納付ができます。また窓口やレジに納付書を提示する必要がないので納付書の内容を知られずに納めることができます。それから出かける必要がないということは新型コロナウイルスの感染予防対策にもなりますね。その他手元に現金がなくても納付することができますし、ネットバンキングを利用した場合は手数料がかかりません。でもスマホでアプリケーションを使うとなるとなんか難しくないんですかね。では利用方法を見ていきましょうか。まずモバイルバンキングからの納付です。ご利用になる金融機関にモバイルバンキングの利用申し込みをします。対応金融機関はご覧の都市銀行、地方銀行のほか信用金庫、信用組合、労働金庫なども対応しています。次に専用アプリケーションモバイルレジをダウンロード・インストールします。インストールが終わったら市役所から送られてきた納付書の入った封筒を開封してください。納付書にバーコードが印刷されていますね。はい、アプリケーションを起動しこのバーコードをカメラで読み取ります。お支払い内容を確認しお支払い方法モバイルバンキングを選択します。最後にご利用になる金融機関を選択しモバイルバンキングで決済をします。クレジットカードの決済の場合は、クレジットカードを利用する場合は納付書のバーコードを読み取った後にお支払い内容の確認時にクレジットカードを選択しカードの情報を入力して決済を行ってください。なおクレジットカードをご利用の場合は決済手数料がかかります。これなら私でも簡単にできそうです。そうですね、納付期限が今日までだったなんて時にも助かりますね。はい、詳しくは市公式ホームページまたは広報浦安7月15日号をご覧ください。続いてはおうちで発見三番瀬のコーナーです。今回は三番瀬に住んでいるあの生き物が登場しますよ。今日は折り紙を使って、赤絵を作ってみたいと思います。三番瀬でも非常によく見られる、魚なんですけれども、人が怖いので、もし人がいたら結構逃げていってしまうことも多いです。ただ潮が引いた時なんかは穴ぼこがいっぱい開いていてこいつがご飯を食べたような跡がいっぱい見つかるのでそれだけたくさん住んでるのかなと思っています。普通の15センチの折り紙でも折れるんですけれども、ちょっと難しいなと思ったら大きめの折り紙を用意してもらえるといいかもしれません。じゃあまず、白い方を上にして十字に折り線をつけていきたいと思います。折った時にしっかりこう指でアイロンかけてあげて折り筋がつくようにしてください。はい、で次にこの真ん中の線に合わせてよくアイスクリーム折りとかって言うんですけど先端が細くなるように折っていってください。また開いてもらってひっくり返して今度はこっち側を同じように折れ線をつけていきたいと思います。これでひし形の折り筋がついたと思います。で今度はつまみ折りっていう折り方をするんですけどここの先端の先っぽをこう折りながらさっき折ったこのひし形に合わせて折り進んでいくとこんな形になるのでそのままパターンと倒してで今度こっち側も一緒ですね。はい、でこれが一応魚の基本形って言われている形でいろんなクジラとかイルカとかもこの形から作れますが今日はこれが A になります。で次に、こっちの
パタパタを倒した方をお腹側にしてもらって裏返します。で裏返すと今度斜めに折るとさっきのこのパタパタするところが見えるので、これに合わせて斜めにこう横に倒すように折ってください。で片側が折れたらもう反対側も同じように折ります。この先端を半分に折りながら今折った折れ線に合わせて先っぽをつまんで折ってください。で折れたら根元でパタンと折ってあげてください。で今折ったこの部分がエイの尻尾になります。でこっち側にパタンと折ったら反対側にもパタンと折ってここに折れ線をつけてください。そしたら一回ひっくり返します。今折った折れ線の、ところからここに真ん中にこう開く部分があるので折れ線のところをしっかり押さえながら真下に潰すように折ってください。はい。で次に A は細い尻尾なので細くこうやって折ってください。で折れたら一回開いて今折ったここの折れ線と折れ線の間の真ん中でこうちょっと角を折れたらこの根元でそのままぐいっと引っ張るとちょうど鶴の開く時と同じようにここの真ん中も細くすることができます。はい、これで尻尾は完成です。続いては市民の方から投稿があった動画のご紹介です。今回はどのような動画ですか？はい、今回も見てのお楽しみなんですが、ステイホームでこんなことをしていましたと一緒に紹介文も送っていただきましたので読ませていただきます。楽しみ、早速どうぞ。はい、我が竹田家ではステイホームでちょっと変わった遊びをしています。それはドローン。ドローンのゲームとテレポートカードゲーム。ドローン。去年東野のお父さん友達の主催するドローン教室に参加したことをきっかけにドローンを始めました。ドローンは手のひらサイズのマイクロドローン。重さはなんと 30g なんですが、小さなコントローラーで自由に空中散歩を楽しめる優れものです。家族揃って自分で操作をして飛ばすことが面白くてハマりました。操作するためには練習が欠かせません。まずはドローンを空中に浮かせて安定させるホバリングという技術を練習します。ランディングパッドを行ったり来たり安定して飛行させることが最初の目標ですが、簡単そうに見えて最初は天井にぶつけたりカーテンに引っかかったり墜落ばかりして大変でした。安定して飛行できるようになったら家族で競争します。リングをくぐって旗を折り返すコースでレースになった途端に緊張してリングなどにぶつかったりしますが、うまく周回してゴールができた時は本当に感動します。子どもたちの成長はすごく早くてあっという間にいろんな技を身につけてしまいます。あ、早いね。空中で1回転するフリップという技は、トウスケもユメも得意です。我が家ですが、実は最近新居に引っ越したばかりなんです。マイクロドローンは子供部屋で飛ばしていますが、天井の高いロフトの部屋は格好の練習場所になりました。
家の中ですが、手の届かない天井まで上がっていくマイクロドローンを見上げていると心がウキウキ弾みます。カナはまだマイクロドローンを一人で飛ばすことができないですが、とっておきのドローンがあるんです。じゃーん、 UFO ドローン。空中に投げ出すと一人で勝手に飛んでいきます。操作は手のひら、かざした手に反応して飛行します。家族でリングをくぐらせる遊びを編み出しました。対抗戦だとみんな熱中して熱くなるんですよ。これ本当に面白くて盛り上がります。マイクロドローンには小さなカメラがついた機種があります。飛行させるためにはアマチュア無線4級と無線局の解説が必要になるのですが、楽しさは10倍に膨らみます。マイクロドローンからのカメラ映像が見える FPV ゴーグルをつけて飛行操作をするのですが、これが難しい。日本でもいろんなところでレースが開催されるようになった新しい e スポーツなんですが、まだまだ大会に出るには修行が必要です。ドバイで2016年に開催された世界大会では、なんと15歳のイギリスの少年が優勝。賞金25万ドルを手にしたそうです。そう、我が家では世界大会で賞金稼ぎをする夢を家族で追いかけているのです。皆さんも手のひらサイズのマイクロドローンを家の中で自由に飛行させて世界に羽ばたく夢を追いかけてみませんか。以上、我が家のステイホームの楽しみ方でしたということです。中澤さん、いかがですか。ドローンを楽しんでいる武田さんご家族、本当に楽しそうで幸せそうですね。はい、ドローンで家族の絆も深まりそうですね。はい、そうですよね。それに世界大会での夢、応援したくなりますよね。はい、応援します。じゃあね、バイバイ。バイバイ。最後に熱中症警戒アラート先行実施のお知らせです。環境省と気象庁は熱中症予防対策の効果的な情報を発信する熱中症警戒アラートを地方的に実施します。これは暑さへの気づきを呼びかけるための情報で、危険な暑さが予想され暑さ指数が基準を超えそうな場合に気象庁から発表されるんです。期間は令和2年7月1日から10月28日まで、関東甲信地方の1都8県で、令和3年度からは全国で本格実施予定です。それで警戒アラートはどういった時に発令されるんですか。熱中症警戒アラートは熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日あるいは当日に発表されます。発表のタイミングは前日の17時ごろと当日の朝5時ごろ、テレビのニュースで報道されるほか、市の重要なお知らせメールや市の公式ツイッターでもお知らせします。重要なお知らせメールの設定は広報浦安7月15日号の熱中症対策のポイントのページに掲載された QR コードから登録することができます。熱中症警戒アラートが発令されたときには、日頃から実施している熱中症予防対策を普段以上に徹底することが必要です。熱中症になりやすい高齢者やお子さんなどは十分に注意しましょう。密集、密接、密閉の3密を避け、周囲の方からも積極的なお声掛けをお願いいたします。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局、こちら次回は子どもの見守り、図書館インフォメーションなどご覧のラインナップでお送りします。例年ですと夏休みの時期ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で7月8月も授業が行われています。皆さん、暑い中での通学大変でしょうけど頑張ってください。そうですよね。マスクをしながらの通学本当に心配です。今年の夏はせめて冷凍庫に保冷剤をたくさん用意しておこうと思います。それでは次回もまた見てくださいね。